じゃあもう東京ドームすぐじゃん。そうです。それでも許されたんです。そうですね。打て勝てね。東京ドームだよ。花の東京だよ。ってみんなビビってるわけですよ。いいんだ。お前は思った通りそのまま行けと言って言ってくれて、これでやりますドーム。学生時代、はい、でプロ時代は、はい、まあまあいろいろあったけれども、はい、あの社会人時代、あここがねちょっと抜けてるなっていう感じがしたん で、はい、そこをちょっとね今日はちょっと集中して聞きたいんですけどね、はい、あの熊谷組、はい、あの時代はですね、うん、やっぱり日本がバブルで、バブルだったんだね、大学野球の連中はいいところに就職できたんですよ。で僕はアジア大学1年生の時に社会人野球でやりたいななんていうような、そんな余裕はアジアが厳しいのでないので、とにかく必死になってやってたんですが、1年生ですよね、4年生の先輩は NTT に行った、東芝に行ったとか、で今度僕が2年生になったら3年生の先輩が、あれということは俺もあの先輩が行けるんだったら社会人野球には行けるのかなって言って、だから目安が、ああそうですね、大体誰かをこう指標にしながら、はいはい、ね、でその中であの大学の内田監督という方が、はい、いろいろ話は来てるけれども、うん、佐藤の性格に合うのは熊谷組だ、熊谷組に行けってことだったんですね。でこれご存じない方のためにお話しすると、うん、企業によって、はい、午前中仕事してから、はい、あこっちな、逆だ、午前中仕事してからあの練習しなさいとか、はいはいはい、午前中練習してから昼から仕事とか、仕事しなさい、あちゃんと仕事してから5時から練習しなさいとか、会社によってあるんですが、熊谷組は一番緩いというか、8時半から10時半まで座ってるだけでいいという、そういう会社だったんですよ。何もしないんだ。そうです、はい、プリンスホテルっていうのは聞いたことあると思うんですけど、はいはいはい、あのとにかく強くてもちろんスーパースター軍団なんですが、うん、シーズンオフになると、うん、プリンスホテルのパーティーとかでいらっしゃいませ、やってんだ、あウーロン茶ですかとか言ってやらなきゃいけないんですよ。やるんだ、かわいそうなんですよ。そういう中で熊谷組は野球やれるときは野球とにかくダメになったら現場で一から教えてやるからっていう企業だったので、毎年部署が変わるんです。そう、はい、1年目は建築本部事務部、2年目営業本部事務部、3年目、技術研究所事務部といって、要は顔を覚えてもらうと。飯田橋に本社があって、はい、そこから歩いて5分のところに寮があるもんですから、あそこはいいところにありますね、じゃあもう東京でもすぐじゃん。そうです、ね、でただですね、中尾さん最高の待遇なだけにみんな甘えちゃうんですよ。あそう、みんなもう8時15分まで寝てて顔だけ洗ってひょいひょいひょいって会社に行って「おはようございます」とか言って、うん、銀行に行ってきますとか言いながら、うん、喫茶店で昼寝してて、あ そ, うか、それで10時半に練習行ってきますとかっていう、うんうん、それでも許されたんです。そうですね、打て勝てね。なるほど。ただ僕はいろんな YouTube でも話してますし、こういう性格ですから、とにかくもう7時半8時にはもう一番に会社に行って、うん、部長課長先輩方おはようございます、うんうん、いいな佐藤、アジア大学の佐藤、あいやいい爽やかな風だよ、来年もアジア大学からって言ってもらえるようにすごい頑張ってきたという、うん、都市対抗になると、はい、地方からみんな来るじゃないですか。来ますよ、いっぱい。東京ドームだよ、花の東京だよってみんなビビってるわけですよ、はいはい、熊谷組はこの間から近いからね、そこで日本を開きって社歌を歌いながら応援団が水道橋やってくるわけですよ、なんだなんだなんだ熊谷組って、もうこういう感じですよ。そうか、それでまた都市対抗の初戦のナイター枠というのは、うん、熊谷組で決まってるんですよ。あそうなの、これ出してて、そうなんだ、人集められたがいいんだ、下請け孫請けひ孫請け、そうか、超満員にするのは熊谷組なんで、そうか、あのどう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 、それはあのね協会としてもこっちの方がいいもんね、はい、お客さん入ってくれて、タオタオさんですね、テレビをつけたら、うん、ソウルオリンピックやってたんです、はい、僕はもう熊谷組に入社できただけで満足だったんですが、はい、あの日の丸のユニフォーム着てみてえなと思って、あジャパンね、もう一踏ん張りしたんですが、うん、選ばれないんですよ、まあ、オリンピック以外にもジャパンに、ジャパンメンバーに入らない、
実は、うん、プリンスホテルの石山監督というのが石山さんね、早稲田出身の、あの人が、いやー、熊谷の佐藤はいいよな、いいよな、ガッツがあるよ、ガッツが言ってくれる。 さすがあれはね、やっぱ在日だからね、あれすごいよ、ガッツがって。だ僕、韓国人と思われてるから選ばれなかったんですよ。そうなの、で、うちの熊谷の久保田監督っていうのは、佐藤、お前日本人だよなって、はい、パスポート持ってるか、いや持ってませんけど日本ですとか、お前噂じゃ韓国人ってことになってるぞとか言われて、いや違います日本ですって言って、そしたらそうか、国籍がな、日本じゃないと出れない、だから自分のところのプリンスから呼びたいもんだから、そういうの、いやー佐藤はやなんてガッツマイヤパカン韓国のやつは違うよなんていろんなところで吹きまくってる。それで佐竹さんって聞いたことありますか、キャッチャーの、うん、で僕らよりかなり上ですよ、はい、うちの熊谷君の久保田監督とバッテリー組んでて、佐竹と佐藤見に来てくれと、あれ韓国らしいじゃん、違うぞということでそれで見に来たらすごい選手だっていうことで取ってくれたんです。取ってくれた、ジャパンで。あ、よかったね、初めて。でところがですよ、タオさん、あの時のジャパンは、ピッチャー塩崎、湯船ね、石井武もいたり、はいはい、与田、キャッチャー古田、ファーストはプリンスホテルから石井博、はい、石井博がいた、でセカンドは後に中日に行った樋口っていうのがいたんですよ。でサードはいなくて、ショートが南口ロッテに行った。で僕はレフト、はい、センター佐藤慎一といって後に大英に行った、右バッターね、はい、でライトは松井っていう、日産自動車から、よく覚えてんね、そのメンバーだったんですけど、プエルトリコに行った時に、僕が出れなくてプリンスホテルのある選手はレフト守ってるんですよ。俺実績的にあんなやつがレフトで俺が出れないのかなってなんかブツブツ言ってもしょうがないからってところが、前半戦が終了してこいつが5試合で打てないんですよ、ノーヒット1本も。ほんで急遽後半戦から出してもらって大活躍して9番に負けて準優勝になったんですけど、その頑張ったメンバーは次のアジア大会で来月の韓国に行けるんですよ。でその時に福島さんって行こうじゃないですか、慶応の監督だった。知ってる、あの報徳の監督、はい、で福島さんがついてきてくれて、福島さん、これで僕来月の韓国のアジア大会は行けますね、って言ったら、いや佐藤、行けないんだ、お前は漏れたって言うんですよ。ちょっと待ってください、後半戦僕何本打ったんですかいや、次の来月の韓国のアジア大会のメンバーっていうのは前半戦 の成績をチェックされてるから、お前前半戦出てなかったじゃないか、だって石山さんが出さなくて自分の選手出したんじゃないですかそんなことあるんですかって言ったら、福島さんも汚ねえなと思ってたんですよ、石山さんも分かってたのね、それで松永玲一さんにプエルトリコから5時間電話をして、法政の監督して、はい、トップですから松永玲一さんは、松永さん佐藤を出してください、いや前半のあれだろう、いやこれで佐藤なんです、いやだっていや佐藤なんですって、5時間とプエルトリコからすごい福島さんが言ってくれて、僕はインターコンチネンタル世界大会プエルトリコの後にアジア大会韓国も出してもらった、いけるようになった、はい、ところがですよ、タコさん、まだあるのジャパンって言ったら、各チームのクリーンアップであったりエースであったり、ね、またはハートであったり、ちんたら適当なやつって選ばれてないじゃないですか。そうですね。でその時、まあ名前は言いませんが、当時 そのジャパンのキャプテンがみんな飯食った後に、ホテルの前で丸くなってバットスイングだって言うんですよ。ちょっと待ってよって、リトルリーグじゃないんだからなんで丸くなってジャパンがインコース高めとかってやるんですよ。頼むぜと思って、それキャプテンが決めてやろう、キャプテンがだいいとこ見したいんですよ、そういうことね、各チームの4番バッターが来て、ジャパンがホテルの周りを丸くなってインコース高めとかってやるわけですよ、バカじゃねえのと思って、やってられるかなんて言うこともできないじゃないですか熊谷君って来てるから、だから僕は振るなら振る、やる気ないんだったら来なきゃいけないじゃないですか、まあ、来たんだったら振らなきゃいけない、はいはいはい、だから僕は明日はフィリピン相手だなって、フィリピンなんかインコース140キロも来ないからアウトコースのこの辺の球をってこうやってここだここだと振ってたら、監督やコーチが、まあ、佐藤どこ振ってるんだ今インコース高めだろとか言われちゃって、いやいやいや明日フィリピン戦じゃないですか、フィリピン戦にこんなところに140キロ来ないじゃないですか、だから僕はアウトコースをショートの上に打つように今こう振ってるんです、みんなと同じように振れなんて言われちゃって、
えっつって、それでまた使われた話だったんですよたまにしょうもない試合で出してもらった時に、うん、ここで見せちゃえっていうことで、88年ですソウルオリンピックの後の89年のアジア大会ですから、はい、芝生も良くて高いんですよ。あ、なるほど。だからレフト前ヒットでもトトトトトって止まっちゃうんですよ、スピードがね、なくなる、うん、だから僕はレフト持ってたからレフト前ヒット打ったら二塁に走ってやれと思って、カーンって言ったら男なんてやったらリリリサーって滑って二塁なんですって言ったら遊んでんじゃねえなって言われちゃって、なんてだから勝手なことするんじゃねえっていうこと、それで頭きたっていうことで僕ふてくされちゃったんですよ。あ、そしたら山中さんという、ああピッチャーね、あの左ピッチャーの法政のエースで、ああ、あの人左ピッチャーだったの、はい、であの人は次期オリンピックの監督ということで、はいはいはい、スコアつけながら見てたんですよ。大体ついてこられてましたね、はい、で部屋に呼ばれて、うん、佐藤熊谷国の3番バッター都市対抗ではサイクルヒット打ったお前がジャパンに出れなくて恥ずかしくないか悔しくないのかって言うんですよ。で山中さん、僕が適当なことやってて指示出しを取ったりサイクルヒットを打ったように見えますか、うん、僕はアジア大学のキャプテンをやった男ですよ、うん、なんでホテルの前で丸くなってみんなでインコース高めって振るんですか僕は見えないところでも努力してますし、うん、自転車のチューブを持ってきてあれしたり、うん、そんな努力なんか見せるもんじゃないじゃないですかって言ったら、うん、はぁそうだよな佐藤、アジア大学のキャプテンだもんな、いいんだお前は思った通りそのまま行けと言ってくれて、で僕の心の中では、うん、何がジャパンだ日の丸だよって、うん、みんな自分のところで選手使いたいからインチキしたり、うん、っていう時にトントンとプロから話があったので、そう喜んでということを言ったんですよ。そうか。でこの社会人の3年間、うん、今まで野球だけしかやったことなかった僕に、うん、世の中っていうのはいろんなことがあるんだよというのを教えてくれた3年間だったんですね。ですからバブルバブルって言いますけど、こっちの席でもいろんな上司が飲み方、飲ませ方、接待の仕方、され方、そういうのを教わったのが今の生き方に生きてたり講演会のネタになってるんですよ。いやだからまあ、建設業の方たちって、はいはい、すごいやっぱりなんか大胆なそうですね、はい、あのお付き合いするじゃない、はい、もう他の企業とかと比べてもね、はい、そこで育ってるから余計に感じるじゃない。父、はい、さん、石原裕次郎さんのですね、うん、黒部の太陽って見たことありますか、映画。見てないんだよ。あれですか、うん、まあ、あれは、うん、石原裕次郎さんがですね、五社協定といいまして、ああ東映だとか松竹だ日活だとか、はい、うちの映画会社の人間はよそ出ちゃいけないっていう規則があるんですよ。ああです、ね、当時あったんですよ、はい、それ石原裕次郎さんが、うん、こんなの関係ねえよって出ちゃったら、ああ石原裕次郎を使うなってなっちゃった。ああ、なるほどね。その時に熊谷組が黒部ダムを作る、うん、その映画で主役で裕次郎さんを抜擢したんですよ。おもう自社制作で熊谷組が金出して作る。ああ、何とでもなると、ええ、うん、だから熊谷組の裕次郎さんヘルメットかぶってるんですよ、黄色い。あ、そうで、黒部ダムはある会社と熊谷組があっちとこっちで、福井の方からとこっち長野の方からと、はいはい、トンネル掘って作った映画なんですけど、有名ですよね、あのトンネルはね。で新入社員は必ずその見るんだ、黒部の太陽を見せられて、うん、熊谷組すげえな、熊谷組すげえな。ただ今大人になってみると、うん、熊谷組が作ったんじゃなくて、あ、そうなの、下請け、孫請け、まあまあ、ひ孫請けが命をかけて作った映画なんですよ、はいはい、頑張ってね、で特に熊谷組っていうのは現金の熊谷って言われてて、この工事はいくらにしますか、いくらにしますかって言ってた時、これでやりますドン熊谷さんとか、そういう、ね、現金の熊谷って言われて、そういう会社だったんですね。そうですよ、いや、僕らもなんか応援してくれる建設の企業の方ですとかと、はい、食事会したりしたこともあったんだけど、はい、やっぱりね、ちょっと勢いが違った、勢い違いますね、すごいよね、はい、あ、ただ今はバブルも弾け、まあまあそうですね、今はね元気なくなってきちゃったんで、何度も言いますが、うん、いい時、クマが入って、いい時プロ入ってという、なるほど、はい。